負さあいこは、暗光目に所属する魚類の分類群の一つ。緑負さ暗んなど、低生性の深海魚を中心に二属22種が含まれる。負さあんこの魚類はすべて海水魚で、太平洋、インド洋、大西洋など、世界中の深海に幅広く分布する。水深90メートルから2000メートルにかけての大陸斜面、宮山を主な生息範囲とし、 日本近海からは少なくとも一族三種が報告されている。特徴的なすんぐりした体型は、遊泳には不向きで、岩礁及び、砂泥の海底でじっとしている姿が、しばしば観察される。遊泳突起を利用した待ち伏せ型の捕食を行うと、見られるが、その他の生活史についてはほとんどわかっていない。日本では、底引き物やハエナーによって漁獲され、ミリンシ。 鍋料理などに利用される、不産皇族の一種。風船のような丸い体と細長い、おつかブが本科魚類の特徴である丸みを帯びた球状の体型を持ち、皮膚は風船のようにブヨブヨとして柔軟性が高い。ピンクやオレンジ、あるいは赤色を基調とした体色の種が多く、体長は最大種で35センチメートルほどになる。体表は、 トゲ状あるいは細長い糸状の突起によって覆われる。口は斜め上向きでほとんど垂直となり、顎、すき骨、後蓋骨に微小な葉を備える。暗ウ目の魚類に共通した特徴として、背びれの第一トゲ状に由来する誘引突起を持つが、他のトゲ状は書いている。頭部には、有事状のくぼみが存在し、誘引突起及び疑似状態を収納することができる。 背びれ及び尻びれの難情は、それぞれ10から12本5から7本で、腹器は小さく1棘よ難情からなる。胸びれは、やや大きく腕のような形状を持つが、近縁の赤靴下ほどには発達していない。エラの開口部は、胸びれ規定の後方に位置する。不参考科は単独で、不参考アモクと小ナッコイディンを構成し、ネルソンの体系においてに属22種が認められている。 カエルアンコウなどを含むカエルアンコウアンモクの仲間から、本家を経て、赤靴替と形態の特化が進んだものとみられている。本フサーアンコウチャウナックスフィンブリタス。日本近海にも分布する、魚食性の強い主と称なコップス属の一種。明るい色調の体色は、本家魚類の特徴で、個体差による変異も大きい。ありがとうございます。